どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ふるさと納税の、サイトさとふると、イオンカードありますよね、イオンの、カードをやっている、2つの会社がね、まあ、コラボしたキャンペーンなんですけども、ふるさと納税をねさとふるっていうところで行って、その支払いをイオンカードでやるとですね、ポイントがねたくさんもらえるっていうキャンペーンがねありますんで、本日はこちらをね、紹介していきたいと思います。まずね、期間なんですけども、まあこちらね今年も入ってて来年も入ってるんですよね。で今年の場合はポイント7倍で、来年の場合はなんとポイント20倍もらえるっていうキャンペーンで、まあ今年が入ってますんで、キャンペーン自体もう始まってまして、11月の21日から、来年の1月の31日までね、このキャンペーンはやっております。でまあ先ほど言った通り、今年は7倍、来年は20倍っていうねポイントがもらえるっていうことで、で、対象カードなんですけども、まあ、ときめきポイントが対象のクレジットカード、プラス、イオン JMB カード。まあ、こちらね、JAL マイレージバンクの略なんですけども、JAL マイルをね、貯めてる方とかいいですよね。うん。このイオンの JAL カードもね対象ということで、その場合はねときめきポイントではなく、本来ねイオンカードっていうのはときめきポイントで付与されるんですけども、まあ、そちらのカードだと、JAL マイルでね、付与されるっていうキャンペーンになっておりますね。ふるさと納税って、まあ、その人のね年収によって、まあ、これだけふるさと納税対象ですよみたいな感じで、まあ、人によって納税できる額っていうのは、まあ、納税できる額っていうのはまあ決まってないっちゃあれなんですけども、まあ、お得に、まあ、なんて言いますかね、対象のね、金額っていうのはね、さとふるとかに行くと、まあ、計算してくれるんですよね、年収に応じて。で、まあ、大体ですけど、まあ3万円から10万円ぐらいの幅かなって、まあ、個人的には思ってるんですけども、まあ、もっとね年収がすごい多い人はねもっと広がると思うんですけども、まあ、大体そのぐらいかなと思っておりまして、まあ、今年はねポイント7倍ということですんで、まず今年ね、5万円分を、サトフルでイオンカードでね、決済すると、まあ、7倍ということですんで、まあ、本来は250ポイントしかもらえないところが1750ポイントがもらえるっていう感じになります。で次に10万円今年、ふるさと納税すると、まあ、本来500ポイントしかもらえないところが、3500ポイントねもらえるっていう感じになるんですよね。で、来年、2020年の場合、これがポイント20倍になるんですよね。いやすごいですよね。で、来年の場合ね、5万円分を、納税すると、本来ね、250ポイントしかもらえないところが5000ポイントで、10万円をね、納税すると、本来5000ポイントしかもらえないところが、まあ、1万ポイントがもらえるっていう感じで、いや、かなりね、幅が広いですよね、やはり、20倍ですからね、っていうキャンペーンなんですよね。で、これは、さとふるとイオンカード。まあ、さとふるでふるさと納税をして、その決済をイオンカードでするわけなんですよね。サトフルを利用している案件って考えると、ポイントサイトに案件あるんですよね。ですので、ポイントサイト EC ナビでね今ね 3.6% っていう、額でね案件出てますんで、まあ、すごい返ってくるわけじゃないですけども、まあ、もらえないよりかはね、もらっといた方がいいと思いますんで、ぜひねポイントサイトを踏んで、サトフルで納税してイオンカードで支払うっていう感じでね。だからまあEC ナビで 3.6% もらって、まあ7倍、20倍、まあ今年だったら7倍で、来年だったら20倍っていう感じでね、ポイントがもらえるっていう感じになるんですよね。いや、これね、すごいです。いや、まあ今年はまあ7倍ですけども、来年20倍ですからね。で、これが来年の1月の31日までということですんで、イオンカードで支払わないともちろんね、これ対象のキャンペーンじゃないので、まあ今現在ね、イオンカード持って、イオンのね、クレジットカード持ってない方は、まあ今から発行してもね、十分間に合いますので、まあ去年ね、すごい大きいキャンペーンで 20% 還元キャンペーン去年やっておりましたよね。まあそれで持ってる方も多いかもしれないんですけども、まあもし持たれてない方はね、今からね、発行しても全然間に合いますんで、ぜひね、発行してチャレンジしていただきたいなと思います。
で、残念ながらね、このイオンカードのイオンクレジットカードの、案件っていうのはね、今ポイントサイトにちょっとありませんので、まあ、公式サイトでね、発行するしかないっていう感じですかね。で、私がね、おすすめしたいね、このイオンカードっていうのがありまして、まあ、私も持っているこの、イオンカードセレクトっていう、まあ、イオンとね、まあ、ワオンがまあ一緒になってるこのクレジットカードなんですけども、まあ、これはね、イオン銀行のキャッシュカードまでね、一緒になってるこのクレジットカードなんですけども、まあ、先日ね、私の、動画でね、エポツカードの、動画を出させていただいて、まあ、今現在ね、ポイントサイトでポイントがね、結構高くなってて、今7000ポイントぐらいまで出てますよって、結構おすすめですよって結構言わせていただいてるんですけども、まあ、動画でも話した通りですね、エポスカードっていうのはしばらく決済を集めていくとですね、招待制で、ゴールドカードにね、年会費無料で入会できるんですよね。エポスカードっていうのが年会費無料でゴールドカードのね、招待のハガキとかが来て、まあ、それでね、ゴールドカードにすると年会費無料でね、ゴールドカードが維持できて、なおかつね、私の動画で紹介している、空港の、クレジットカードラウンジとかにも、まあ、入れるようになるわけなんですよね。まあ、それで結構おすすめ してるんですけども、このね、イオンカードにもですね、年会費無料のゴールドカードっていうのがあるんですよね。で、これも公式サイトにはですね、まあ、年間100万円使った方に、まあ、この、招待状、まあ、インビテーションと呼ばれているものを、お渡ししてますよみたいな感じで、まあ、細かい規定みたいな、細かい条件みたいな書いてないですし、まあ、諸説あるんですよね。ですのでちょっと一概には言えない部分があるんですけども、まあ、イオンカードをメインで使っていくと招待状がね、まあ、来るかもしれないっていうので、まあ、こちらね、イオンカードのゴールドカードにすると、まあ先ほど言った通り空港のクレジットカードラウンジが入れるようになります。プラスですね、イオンモールってありますよね。イオンモールにはですね、イオンラウンジっていうね、どんだけラウンジ好きなんだよって感じですけども、イオンラウンジっていうそのイオンの、まあ、上級会員じゃないですけども、まあイオンカードゴールドを持ってる人プラスね、イオンの株主の方とかをね、入れる場所で、まあ、そこではね、ソフトドリンクとかあと新聞とかかな、あとまあ休憩できる場所をね、まあ、無料で提供してるんですけども、イオンカードゴールドだとね、まあ、そこに入れるようになるわけなんですよね。まあ、ですので、まあ、この機会にね、まあ、ふるさと納税でこちらのクレジットカードを決済始めるのであれば、まあ、ちょっとね、しばらく決済集めてみて、イオンゴールドカードも、まあ、ちょっとね、招待状狙ってみてはね、いかがですかっていう感じで、まあ、私のおすすめとしてはね、まあ、イオンカード、イオンカードセレクトがね、まあ、いいんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。今回はですね、ふるさと納税の、ポイントサイトの案件プラス、キャンペーンについてね、紹介させていただきましたけども、今年7倍で来年20倍のキャンペーンですからね、ぜひね、ふるさと納税やっている方、まあ、もしね、今やってなくて、これからやってみようっていう方はね、ぜひこのキャンペーンね、覚えておいていただいて、やっていただければね、本来のポイントよりね、7倍もらいたい、20倍もらいたいするのはね、かなり大きいですよね。まあ、特に来年は20倍ですからね、ぜひ積極的にね、狙っていただきたいなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまたね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。